どうも、エルザレットです。それでは、イーストワードを続きをやっていきたいと思います。まあ、ダンジョン攻略もね、多分中盤までは来てると思うんでね、頑張っていきたいと思います。ん？この流れは、あれ？意外とボス戦じゃね？この霧のいい感じ。風は、たたりを吹き飛ばしてくれるが、心のモヤも晴らすことはできない。ああ、モヤを晴らすことはできない。記憶を残しますか？マジでこの冷蔵庫のセリフ好きやな。お、いた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 。来るぞ、奴が来るぞ。見つかっちまった。終わった。俺たちはもうダメだ。どうも。悪かった、親父。ちゃんと言うこと聞いとくんだった。最初はバックれなきゃよかった。もうワンだ、見つけた。おお、ジョンの兄貴。兄貴見ろ。ジョンの兄貴だ。ジョンの兄貴？お、俺たちを助けに。今の話に嘘偽りはねえな。親父。もう一度聞くぞ。今の話に偽りはねえな。それは。もちろんだ。剛腕の方が素直だよね。ブラザー建設に戻りてえ。バックれたのが間違いだった。そうだろう、兄貴。ああ、その通りだ。今日から剛腕と俺はどこまでもついていくぜ。え、随分と調子のいいこと言うな。本当に戻りてえんなら死ぬ気で働いてもらうぜ。まずは荷運びからだ。あれきついんだよな。任せてくれ、親父。よし、ならついてこい。当たりが悪化しようもんなら、到底終わらねえくらいの仕事量になるぞ。このタイミング？哀れねえ。死が迫ってるというのに、懸命にもがく。月夜のお酒だけをお楽しみに。またあなた。あの人たちを邪魔しないで。彼らの邪魔なんてしてないわ。ただ彼らはこの世界に属していないだけ。私も返してよ。あなたと一緒にいたくない。それはできないわ。自分の力で戻れるのに覚えてないの？そう思い出すのよ。生命の始まりと終わり、そして新たな始まり。逃げることはできない。あなたの宿命だから。私たちの目的を思い出して、千年もの間、ずっと繰り返してきたことを。千年？そっち行っちゃダメ、怪物がいるよ。戻ってきて。そんなに私に会いたいの？何者なの？正体教えて。知っているはずよ。思い出しさえすればいいの。その心に光が残っているなら。この感じ、懐かしいわ。あなたがかつて見守った世界。美しい場所。なんて呼んでいたんだっけ？ああ、そう。イーストワード。私たちはそこでずっとカロンの到着を待っていた。その時を面倒な老人たちがあなたを連れ去ったのは。カロン、何の話をしてるの？いずれわかるわ。え、ET！ いや、急。いや、ちょ、それ二つは無理。三つは無理じゃなかったね。いやー、五つは無理。ちょっと待って。やば。闇があなたの心を掴んでしまったみたいね。
あれは私じゃない。言ってる意味がわからないよ。私は3だもん。本当に？じゃあ、あの古い社は？丸呑みにされた山の上の村は？それからもうすぐいなくなるあなたの友達は？あなただったのね。語りを呼んだのはあなたね。私を。それはつまりあなたということ。エネルギーバブルを強化。おお、どうしてあんなことをしたの？いずれわかるわ。でもこれを1000年も続けてるってことだよね。やばいっすね。あー、逃げろー。あ、いや、隠れればいいの。うわ、やばっ。ちょ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 っと待って、これあれか、ずっと時が止まってるからジョンとか助けに来てくれんのか。うりゃん、よし。あぶねえ。結構ね、斜め下に行かないと避けきれん。まあ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 、でもまあこれぐらいになってくればね、余裕。よし。うそ、目が。おお、フィント。長い長い、これは長い。よいしょと。これどうしたらいいの？よし、当たんねえもんな。当たんないもんね。当たんない。どうすんのこれ。いや、なんかあるっぽいな。逃げるだけじゃなさそう。うん、跳ね返る。もう特に変わるってことはない。マジで。ちょっと待って、マジで何するのこれ。いや、エネルギーブラストだし、あ、一応攻撃できたみたいですね。痛い。でも避けきれん、それをすると。あ、逃げてエネルギー貯めて、ってことだろうな。いやー、むずい。イニギー食べません。マジか。ああ、飲む。
3で OK。 でもさこれ以上でも全然削れてる感覚はないよ。はあ、そんだけ弾けるの？わかんない、マジで。なるほど。連続で何回できるかみたいなところか。ダメかいやーマジかー、謎わかんない。ネージが通ってる感覚はない。痛い。なんだこれ。いやマジで。よし。ちょっと待って、エラー起きてます。エネルギーにエラーが起きてます。ちょっと待った、どういうこと？フルチャする必要があるの？あ、ピッター。あしかもチャージするまで結構かかるね。これ前から来る？まあいっか。やばい。はい、はい、これはやばい。フルパワー確かにダメージにはなるけど、代償でかいね。よしよしよし、なんとなく分かってきた。
にたたりが出るんよな。そういう、そういうの、そういうの。ケーキ。そうなるか。よし。逆になるまでが大変。一歩足りんかった。痛い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 。いやーどうしよう。やばいな。やばいな。なんとなく攻略法分かってきたけど。マジで。しゃあ決まったー。やっと。エネルギーの上限がアップした。あ、ほんとだ、200% なってる。いや、アップはしたけど、そうだな、フルチャーはいきなり使えってなるとは思わんかったな。ジョン。私は大丈夫だから。殺していいよ。上には誰もいませんぜ、親分。え？マジで？こっちも無人です。格納庫から飛び出したロケットは外してくれ。いい。全くこのところ不運続きだ。あいつらはもう行ったよ。アルバのこと？まだ覚えてるよ。ジジイがイザベルを連れて帰ってきた日を。
あいつは俺の犬を真っ二つにしたんだ。はあ、マジで。アルバに近づこうとしたってだけでな。みんなで埋葬したよ。アルバはひどく悲しんだが、泣かなかった。むしろ手を尽くしてイザベルを慰めた。もちろんイザベルも謝罪した。あれ以来いろんな人間に謝罪されたが、あの時のイザベルほど誠意を持って謝った奴は一人としていない。イザベルもあれから二度と暴走したことはなかった。アルバがイザベルの鎖になってたんだ。猛獣の口枷みたいなもんだ。だがその口枷がついに壊れちまった。俺はジジイとね約束した。アルバとこの町は俺が守ると。一つ目の約束は守れなかった。だが二つ目の約束だけは何としても守る。騎士の出走か。出ていったんか。で、これでチャプター終わりなんかな。はい。ということで、ちょっと今回早いですが、と思ったけどやろうか。やろうか。せっかくだし。これで終わってもなっていう気がするから。みんな行っちゃった。また、二人だけだね。思い出したんだ。ああ、だからちょっと口調変わってたんだ。昔のこと。ジョンが私を見つけた時のこと。それから、グリーンバーグのことも。だから私、決めた。私、未来に行くよ。すべては未来で始まって、未来で終わる。だから私がそこへ行って、決着をつける。手伝ってくれるよね、ジョン。まずは未来に行く方法を探さなきゃ。さあ、何やら決意したようで。いやー、でもそうだな、イザベルが連れて行きそうな雰囲気はあったけどね。なんかちょっと料理作ろう。どれが最適なやつかが分かってないからね。やるべきこととしては、ロケットで出て行ったっていう話だよね。だからやっぱの二人探すんかな。入力信号受信圏外。入力信号受信圏外。アルバ隊員応答せよ。アルバ隊員応答せよ。信号消失自動モード起動。ヘルプボットがお手伝いします。デバイス名を入力してください。ソニックボーイ。入力完了、デバイス名が変更されました。新しいデバイス名、ソニックボーイ。コマンドを入力してください。アルバを探す。アルバを検索。見つかりませんでした。東。東？ダム城の東へは通行に注意が必要です。唯一の通行手段は、大鉄道です。未確認情報によると、大陸の東の果てには、不死の町、未来があります。マップ情報が不足、情報の提供を終了します。東か。
まあ、この世界イーストワードっていう世界では間違いないらしいけど、そうだ東ね、とりあえず東に行く手がかり、あー大鉄道そっちか。未来までの便、そんなものあるわけないだろ。ないんかとは言ったものの、数日前に一本東へ向かう列車が来た。もう行ってしまったけどね。次の便はいつ来るの？私にはわからない。明日かもしれないし、来年かもしれない。もし線路の上を走る手段があったら、そういえばそんな車両をどこかで見た気がする。あったねー。ということは？やっぱりそこまで行くんですね。ファストトラベル使いましょう。できないの？ファストトラベル。できない。え？あ、できたできたできた。葉山商店へレッツゴー。この雨、いつになったら止むんだろう。うんざれだよ、この雨のせいで何もできない。うっそー、大地の子で遊びたいのに。いや、大地の子を家の中に入れればいいのね。葉山のばあちゃん、機械を店の中に移してよ。まあ、生意気だね。私の力じゃ動かせないよ。骨が小枝みたくに折れちまう。そんなに遊びたいなら、機械ごと買っておいき。そんなお金があればお水に来て遊ぶと思う。このムカつく雨やみそうにないぞ。あ、サンダー、お姫様が逃げたって聞いたぞ。本当か？何を言うんだ。お姫様は立派な人なんだぞ。イザベルの仕業だよ。アルバを連れて未来に行ったの。未来って、あの未来か。そう、あの町だよ。あんなの昔話だと思ってた。でも、イザベラがそこに行くって言うなら、本当にある場所なのかも。本当にある場所だよ。あれ、田山ばあちゃん、何か知ってるの？どうすれば未来に行けるか知ってる？うん。私がそんなことを知るわけないだろう。でもね、町が実在するのは知ってるよ。お姫様のおじいさんは、そこの出身らしいんだ。発展してるのはそういうことなのかな。アルバのおじいさんが未来出身？未来人ってことか。準備はいいかい？荷物は全部列車に積んだよ。いよいよだな。いい街だったな。思い出に残るだろう。じゃあもう少し。ダメだ。私の計算が確かなら、奴らはもうすぐ到着する。さあ、3。大丈夫？ダニエル。レディーに悲しい思いをさせているぞ。君たちは何か用があって来たんだろう？さあ、散々貸した借りを返してもらおうか。未来だと面白いことを言うね。とんでもない場所だよ。旅費も高くつきそうだ。でもウィリアム、僕たちも。君たちと出会ってから考えているんだ。運命というものは妙なものだとね。実は私たちも東に向かう予定だ。
君のように大柄で本気のある男がいてくれれば私たちにとっても損はない。喜んで席を用意しよう。どうだ、お互いにとって悪くないことだろ。決心したらいつでも来てくれ。あー、そうか。はい、じゃあ今回ここまでにしたいと思います。ちょっとね、多分ここで一気に話が動きそうな気がするんでね、今回ここまでにして終わりたいと思います。まあ、ちょっとイザベルが暴走してるのが何とも言えんな。はい、ということでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。